いつものオペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2006年モデルポルシェ987ボクスターをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は4万7000キロ走っているお車です。フロントのバンパー、ボンネット、フロントガラスの部分に若干の飛び石が見受けられます。それ以外特に大きな傷へこみ等はございません。状態良好なお車となっております。こちらのお車、外装色はミッドナイトブルー、インテリアはベージュレザーの非常におしゃれな組み合わせのお車となっております。エクステリアに関しましては、フロントリアともにアンダーエアロが組まれておりますので、非常にかっこよく仕上がっているお車となっております。またキセノンのヘッドライトも装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただける一台です。アルミホイールに関しましては、純正17インチのアルミホイールが装備されております。またボクスターの一つの特徴といたしまして、フロントリアともにトランクスペースがご使用いただけますので、お荷物の収納能力も非常に高いお車となっております。エンジンスペックに関しましては、 2.7 リッター水平対向6気筒エンジン、馬力は240馬力を誇りますので、ポルシェらしいパワフルな走りをお楽しみいただける一台となっております。では続きまして、インテリアの方をご紹介させていただきます。シートの方はベージュレザーが採用されております。若干の使用感は見られますが、そこまで大きな傷、汚れとはございませんので、ご安心いただければと思います。エンジンの方をかけていきます。はい、エンジン始動も問題なしですね。ティプトロニックのお車となりますので、こちらのステアリングの方で自由自在に変速を行っていただけます。こちらの車、ナビゲーションに関しましては、エクリプス製の SD のナビゲーションが装備されておりますので、ご遠方へのドライブも安心して行っていただけるお車となっております。またフロント両席ですね、シートヒーター完備されておりますので、冬場でもオープンドライブをお楽しみいただけるお車です。エアコンのこちらのボタンの方ですね、若干の剥がれは見られますが、ベタつきはございませんので、ご安心いただければと思います。シフトの方は5速のティプトニックのシフトになります。つながりもスムーズなシフトでございますので、安定した走行をお楽しみいただけるお車となっております。エアホロの方ですね、締めてみたいと思います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開け閉めの方は行っていただけます。ここまで来たらですね、こちらを押し込んでいただいて完了になります。はい、また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2006年モデルポルシェ987ボクスターをご紹介させていただきました。走行距離4万7000キロ走っているお車ではありますが、長い走は非常にコンディション良好なお車となっております。このミッドナイトブルーにベージュレザーの組み合わせも非常におしゃれなお車ですし、ナビゲーション、シートヒーターと快適装備も充実しているお車となっております。弊社でも大変人気の高いお車でございます。お探しの方はぜひともお早めにお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。